はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。最近はですね、うちのスタッフも働き方かなり固定化されてきたんですけど、アンケート取ってやっぱり本社来てくれないっす。なので、ちょっと結構難しいなと思うのは、やっぱ本社あるんですけど、せっかく渋谷に。ここに来たいって人はあんまりいないんで、これ拡張するっていうのは結構難しいなって考えています。で、やはり、安定した給料をもらって、最近リモートワークやってますんで、結局どこでも仕事できちゃうじゃないですか。なんで、わざわざ渋谷みたいなところに来る必要なくて、結局、コロナになってから引っ越した人何人かいたんですけど、結構やっぱり郊外の方に引っ越しちゃうって、結構遠くに引っ越す人が増えてますね。なので、都内じゃなくて、近郊でもない。首都圏ちょっと抜けるぐらいのところに引っ越す人も結構多くて、それでも全然仕事上問題ないんで、もう本社に集まるみたいなのはないのかなっていう感じがします。で、基本的にそういった必要な PC 類はもう宅配便で送っちゃいますし、ツール類は最近も買いましたけど、全部モニターとか本体も全部 Amazon で注文して送っちゃうんで、すぐ着きますし、結局、そんな量子コンピューターのソフトウェアなんかをやるぐらいだったら、もともとクラウドなんで、別にどこでやってもいいと思うんで、インターネットさえ繋がってればいいかなと思ってますね。で、逆にやっぱそのオフィスを使わない分、家にいる時間がなくなるんで、家の環境を良くするっていうのは非常に重要だと思うんで、そういった都内の狭い家に住むよりは、郊外とかで広い家に住んで、家賃も節約しながら、楽しい生活をするっていうのが正解なのかなと思ってますし、僕自身も昔は都内に住んでたんですけど、昔は三田とか麻布十番あたり一人暮らしの時は住んでたんですけど、結婚してからは郊外に住んでて、すごい満足してますね。やっぱ都内だとすごいスーパーマーケットなくて、結構三田とか十番住んでる人、十番住んでる人あんまりいないと思うんですけど、スーパーないんですよね。なんで、三の橋ってとこに住んでた、三の橋に住んでたんですけど、三の橋からスーパー行こうすると、どうしても六本木ヒルズの、蔦屋家電じゃない、蔦屋書店の隣にある西友に行かなきゃいけなくて、麻布十番にもマレーズあったんですけど、床の敷いてるゴムの匂いがすごい僕ダメで、で、ゴムの匂いで、ちょっと食品の匂いが、嗅げないんで、かつ、結構店内狭くて、もう結構カップ麺みたいになっちゃってて、すごい体調を崩すようなことあったんで、それよりも声優意外と安くて、いいものが揃ってたんで、わざわざそこまで行ってたんですよね。今だと結構もう郊外とかだと、スーパーマーケットで広いところもたくさんありますし、うちの周りにもスーパーマーケット5、6軒ぐらいあるんで、すごいやっぱり安くて新鮮な食材をたくさん買えるっていうことで、良いかなと考えてますね。結構そういった意味で、結構やっぱり、都会に住んで満足する派と、郊外に住んで満足する派があって、結構こういったソフトウェアのですね、お仕事する際には、生活費は低めに抑えながら、収入は高めに抑え、上げるっていうようなソフトウェア技術者っていうのは結構増えてるんじゃないかなと思いますね。そうするとやっぱハードウェアじゃないや、そうですね、オフィスとしてのハードウェアを拡張して、オフィスに集まってアイデア出しとかっていうよりは、最近はリモートワークでも結構アイディアだったり、分業が結構スムーズに進むことが多くて、うちも4年ぐらいもリモートワークやってるんで、もうだいぶ整備されちゃってるんで、正直かなり効率的にできてるんじゃないかなと思いますし、逆に通勤時間とか加えちゃうと、逆にこのバランス崩れちゃって、悪くなっちゃうんじゃないかっていうふうな懸念もありますね。で、かつサーバールームですね。サーバークラウド環境もかなり整えてるんで、個人の人ですね。最近は技術者の方だと、そのデスクトップだったり、ラップトップの GPU 込みのですね、マシンを好んで使う人もいるし、そういっただけじゃなくて、サーバールームの方のですね、ネットワークと計算資源環境もかなり整ってきてるんで、普通のノート PC からでも超高性能な GPU 計算などを放り込んで計算するっていうことができるようになってきたっていうところで、かなり環境面も整備されたんじゃないかなと思います。そういった意味で言うと、半導体ラボということでですね、川崎の方に結構大きな部屋を借りて、今 GPU とかと HPC、今度は測定器だったり、冷凍機だったり、チップ類が今年、来年ですかね、の年末までに次々と運び込まれると思うんですけど、そういったラボ施設だけじゃなく
て、本社施設ってところに関しては、正直打ち合わせスペースぐらいしか使う用途がなくて、ほとんど出勤もしないですし、かといって会社も綺麗に回っちゃってるし、人はどんどん郊外に住んでいくっていうことで、結構なかなか厳しいかなと。で、かつオフィススペースとかっていうところはかなり必要がなくなってきちゃってるんで、逆にやっぱり住むところを豊かにしたいっていう人が増えてるっていうのは間違いないと思いますんで、そういった時代なのかなっていうことで、ちょっと本社はですね、業績が上がったとしても本社がでかくなるっていうイメージが今のところ持てないということで、そういったところはちょっと以前と比べて全然違うんじゃないかなという感じがしますし、実際サンフランシスコとかツイッターとかですね、本社があるようなところでも、同じように空洞化といってですね、やっぱシリコンバレーで非常に家賃が上がった分、こういったコロナ禍でリモートが根付くと一気に空洞化して、街が立ち行かなくなるみたいな感じの雰囲気があるんで、そういったところはですね、気をつけながらやっていきたいと思います。じゃあ今回ですね、ちょっとその業績が伸びたとしても、渋谷にですね、事務所がでかくなるってイメージが持てないという話だったんですけど、今回は以上です。